女性の笑顔は世界を変える。皆さんこんばんは。毎週土曜日21時は恋塾の時間でしたが、4月からは番組名を変更してお届けしております。女性の笑顔は世界を変える。夢を叶えたい、婚活に終止符を打ちたい、仕事で成功したい、もっと綺麗になりたい、とにかく人生変えたいねんなんて願いはあるのに、なかなか愛され続けるポイントがわからないの。そんなあなたの疑問にお答えします。ミスユニバースから一般男女まで、過去の受講生は10万人超え。聞いて実践したら笑顔とモテを引き出せる。女性の笑顔は世界を変えるをテーマにした吉原亜美流モテの法則は、フリートーク時々ゲスト、あなたの笑顔モテをサポートします。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。4週目やってまいりました。彼氏できた？いやもうさ、ずっと私のラジオを聞いてくださってるコアなメンバーがいらっしゃるという噂なんですが、いや聞いてね、いや今日もアミさん楽しかったわとか、今日もモテの法則いただいちゃいましたみたいな、そんなばかり思っとっても彼氏できへんのね。いやほんまに欲しいんやったら、ちょっとそろそろ本腰入れて頑張ってほしいなと思う今日この頃なんです、吉原さんは。でね、4週目、4月入ってくるとね、もう多分5月のゴールデンウィーク、ああまた今年一人かとかさ、絶対夏までにとか、どんどん先延ばしをねみんなしていかはるんですよね。でね、これあくまで婚活恋活っていうことを考えたときに、一言でも自分の心の中に 1% でも彼氏欲しいなーって思うんやったらやり、でいらんねんって言うんやったらやらんでいい。それはもうラジオは聞きながら、まあまた吉原さんなんか言うてはるわぐらいの笑いでね止めといてくれたらええんちゃうかなって思ってるんですけど、やっぱり 1% でも彼氏欲しいなって思う気持ちがあるんやったら、4月頭の方かな言うてましたけど、変わりたいんやったら自分でやるのは無理。あなたに彼氏を与えてくれる人は誰もいないんです。でね、私ねよく婚活の生徒さんいらっしゃるんですけどね、生徒さんを見てて思うのが、婚活パーティーに行き倒してんねんけど、私がいいと思う人はいないんですよねって言うはる人。そらおらんわ。なんでいないかっていうとね、いや例えば私はね、人脈っていうものが全くなかったので、最初わけもわからず交流会とか行き倒したの。でね、何人ぐらいあったんやろ、もうわからんぐらい。名刺も1000枚の印刷を年間何回かけんねんっていうぐらい手裏剣のように名刺を配ってね、飛ばし倒してたんよ。で結局行き着いて分かったのは、何千人って会おうとも一人か二人つながる、ちゃんとつながれる人がいたらラッキーぐらいなんですって考えたらね、婚活パーティーにね月2回3回行って1年行ってるんですって、1年間で36回行ったところでね、そんなんいいなって思う人がいなくっても、普通いたらラッキーぐらいの感覚やと私は思ってるんです。でお見合いっていうのは別、あれはちゃんとそのサイトを見てさ、顔を見て釣り書見て、この人と会いたいです言って間の人がいてて紹介してもらってってするじゃないですか。なので交流会とか婚活パーティーレベルの話ではなくなっていく。その代わり高いお金払ってはるからね。なのでお金は極力かけたくない。でもハイセンスな人に出会いたいとか、もうねやめとき。そんなんね無理やから。
あのね、ちょうど3月やったかな、私、伊勢神宮に参拝に行ったんです。で、その時にね、ちょっとちらっと聞いた、あの、同乗者の男性がおっしゃってたのが、交流会でもそうなんだけど、例えば、1000円の交流会やったら1000円レベル、5000円やったら5000円レベル、1万円やったら1万円レベルって言ってました。なので、もうこれは散々言ってきてるんだけれども、あなたが求めてる、収入の男性、例えば500万の人がいいなと思うのか、300万の人がいいのか、1000万の人がいいのかに合わせた婚活パーティーにまず行かないと、まあ、名前は出されへんのであれだけど、某居酒屋とかでやってる婚活パーティーに2000円握りしめて行って、社長と出会いたいとか言うてんのは無理。わかる？いや、言うたらさ、大丸のバナナが買いたいのに、あの、普通のスーパー行って、大丸のバナナ売ってないですか？言うてんのと一緒やねん。売ってへんから、大丸行かな。っていうことやねんね。なので、そんなね、あの、婚活パーティーにね、しょっちゅう行ってるのに出会わないんですとか言うてるぐらいやったら、もうやめ。あの、出会わへんわ、まず。で、私はね、婚活パーティーに、いや、行ってねって生徒さんにも言うんですよ。言うんだけれども、行って、いたらラッキーぐらいの感覚で帰っといてっていうの。まずいないと想定するぐらい。いや、それはね、引き寄せ的には良くないんだけれども、ただ、めちゃめちゃ期待して行って、いなかった時のショック度っていうのから、脱出できない女性陣結構多いんですよね。なので、なんかそれよりは、私がぜひやってほしいなと思うのは、婚活パーティーを楽しみに行くって感じ。いや、あの、例えば25対25やったら、25人の男性と24人の女性と繋がれる時間なわけ。いろいろ喋れて。で、普段自分の周りにはいない職種の方もいてたり、周りにはいない考え方の人とかもいらっしゃるんだから、私は、その男性と出会うことが目的で行くというよりは、友達作りに行く感覚で楽しんどいでよって言うんです。で、やっぱりうちの生徒さんでね、結果出しはる人ってね、婚活パーティーをただ楽しみに行ってる人。なんか喋るのが楽しいとか、新しい出会いが楽しいとか、あそこの婚活パーティーはご飯が美味しいんですとかね。別にご飯食べに行かったらええと思うね。だけど、そういう場を楽しんでる人の方が、マッチング率が上がるんですよね。だからね、この間も生徒さんでね、初婚活パーティーやって。すごいでしょ？初めて行くよね。で、貴重やね、言うて、どうしたらいいですか？申し込みはどっからしたらいいですか？いうレベルやね。なので、一緒に婚活パーティーを探したの、ネットで。で、どんな人がいいっていうのを聞き出して、その方が求めている、まあ、例えば職種とか、お医者さんがいいとおっしゃったの。自分看護師さんやからね。じゃあ、お医者さんが集まってる婚活パーティーにしようって言って、女性が2万8000円。男性が2万5000円。の逆やね。弁護士さん、修行さんとかもね。女性の方が大体高いんですよ。っていう婚活パーティーに行かはった。で、あの、申し込みして、ちょっと高くないですかって言いながら、そんなん言うてな、シャネルのバッグとかポンと買うやん言うて。それ1ヶ月我慢しはったらええやんって、ほんな何回行けんのんっていう話をしててんね。で、まあまあ稼いではる人やったから、あの、ほな行くわ言うて、行かはった。で、ちゃんとその、お伝えしたことを全部守りはったんです。会場入る時から笑顔。で、主催者の人にはお礼。今日はよろしくお願いしますって挨拶してねとか。で、あの、この人ってロックオンせんといろんな人と喋っといてって。で、まずはそっからしようよって言って、パーティーをあなたが盛り上げるぐらいの3枚目に徹してもいいから、一人っきりになってる女子がいたら会話に連れて入ってとか、あの、極力みんなで楽しむっていう方向に持っていてもらったらいいよって言ってて、え、そんな3万弱払ってそれですか？言いながら、ちゃんとやってくれはったん。そしたらね、7人の人から申し込みがあって。で、7人の人が、まあ、結局彼女はね、あの、1位と1位でマッチングしはったよ。で、残り6人の人っていうのは、彼女のどこを気に入ったかっていうのを彼女は知りたかったらしくて、主催者の方に聞いてって言って、で、聞いてもらったら、場を盛り上げてる、みんなに気遣いができる、笑顔が良かった、楽しそうだったっていうところで、また彼女と会いたいと思わはったんで。すごくない？初パーティーで7人から。で、
もうそのマッチングした方とはお付き合い決まりました。で、今、次はね、お花見、どこに行ったらいいですかって言って、私、今ずっとネットで探してそんな自分で探しはったらって言うてんねんけど、それが探すのも楽しいねんで、言うてんねんけど、いや、もう先生探してください、言うか、私、カチャカチャパソコンで送ってんねんけどね。で、こう、ここの桜を見に行きはねんやったら、ここのお店がええよって。で、ここのお店のこういうメニューが美味しいよ、いうのも一応送ってんねん。ただ彼氏さんがね探してくれはるかもしれないから、この意見は押し付けちゃダメよみたいなことは言ってるんですけど、まあ本当に生まれたてのひながさん、誰な見た瞬間犬でもお母さんって思うのと一緒で婚活パーティーうまくいったから、もう先生の言うこと聞いとったらうまくいくみたいに言ってくれはんねんけど、それは私が言うてることが正解なんじゃなくって、彼女がちゃんと実行しはったんです。で、ちゃんとその場を楽しもうっていうことをしはったからマッチングしただけの話でね。なので、なんか婚活パーティーに行き倒していい人いないんですって言うてる人も、ビジネス交流会とか行っていい人いないんです言うてる人も、まずなんていうかな、その場を楽しむっていうことをしはった方がええんちゃうかなって思う。そしたら勝手にね、縁ってつながっていくし、私はそのもう本当に手裏剣のように名刺を配ってた時期っていうのはガツガツしてたわ。もうとにかく配って、とにかく顔を知ってもらおうみたいな感じだったから、行ったら疲れ果てて帰ってきててね。でも最近行く交流会は名刺はね持っていかへんことが多い。忘れていくね。荷物多いか置いていこうとかね。で、まあどっちみち今の世の中 Facebook なりインスタなりなんかあるから、まあ、なんかで連絡はつながるし、まあいいかと思って持っていかないんですけど、そして自分からも名刺は配りに行くのはやめました。たまにまぐれで持って行ってる時あんねんけど、名刺ケースは持ってるけど自分からは一切配りに行かないって感じ。そしたら持ってきてくれはんねん名刺交換させてもらっていいですかみたいな。いや、もうぜひお願いしますって言うんだけど、自分からは絶対行きませんっていうやり方に変えたので、そしたらやっぱりね、相手が求めて来てくれはるから、すごいね、私としては、言葉悪いねんけど、私の感覚に合う人に出会いやすいって感じ。なんとなくね。で、こっちがロックオンしてね、名刺交換してください、みたいなんで、行くと大概外すね、私の場合は。なので、もう基本、配り歩かないようにしてたりします。で、まあ、婚活パーティーとかでね、出会ったとするわ。で、出会った後に、さっき言ってた彼女みたいにちゃんと彼氏彼女ってなるまでの間に皆さんがどうしてはるかっていうので付き合うか付き合わへんかっていうのが決まってくるので、後半はねそのあたりをねお伝えしていこうかなと思います。後半はですね、そのね、マッチングしたのに、放置。っていう人がいるんよね。放置はダメ。やっぱり、なんちゅうの、マッチングしたんやったら、連絡は取らないと、うまくいかへんもんよ。いや、もうなんて言うんかな。なんか、婚活も仕事もやっぱり全部一緒でね。例えば、あなたが営業をしてるとするでしょ？で、お客様のところに営業に行きました。で、それが初めての方やったとしたら、その後必ずサンキューメールみたいなのするやん。でも、手紙書いたりとかさ、それをしない人もいるんよね。とか、相手さんがそういうの送ってきてくれはったのに、既読スルー出たよ、既読スルー。既読スルーとか、後で返事しようとかね。もうね、論外だから、仕事でさ、後で返事しようとかないでしょ。そんなんしとった仕事なくすよ。まあ、これね、先週やった、講師のね、ちゃんとした方がいいよって言ってたやつの中にも言ってましたけど、LINE をね、LINE とかメッセージを開くとね、最近の機能は既読って出るでしょ。出てんのに、
後で返事しようっていうのはあなたの勝手な考え方でね、相手さんはね既読になったっていうのを見てるとね、あ連絡ないって思うんよ。そんなんさ、例えばあなたが車の営業さんやとベンツ売ってますとするやん。ほんなお客様からメッセージが来てね、今度ベンツ買いに行こうと思うんですっていうのを既読してやったーって思って、また後で連絡しようとか絶対せえへんでしょ。即その場で即答やん。トイレ行ってすいません会議中ですけどトイレ行きますってトイレ行って返事するやんぐらいの感覚なのね。なのでなんかね、だいたいマッチングしてもその後うまくいけへんとか、彼氏できてもうまくいけへん言うてる人の共通するのに、あれな、ほうれん草ができへん人が多い。でも仕事はやってるはずやね、ほうれん草って必ずね。でもプライベートと2番目3番目の仕事になるとほうれん草せえへん人が多いんです。だやっぱりね、本職あって副職で例えばジュエリー売ってますとか講師してますとか、なんかあれやん、そういう仕事の仕方って最近そんなスタイル多いしね。ただそういう人たちはだいたい基本的にまめに連絡を取れる人とか既読スルーしない人っていうのは生徒さんついてはるし、商品もよう売ってはるわ。それはお店でもそうです。エステでもお客さんいっぱいやったりとかするしね。でそういう人に限ってだいたい彼氏ちゃんと言いはんねん。で、既読して後で返事しようって言って夜しはる人とか、後でしようって言って次の日の朝にしはる人とか、自分が興味のない内容の連絡が来たら既読スルーする人、こういう人は大体仕事うまくいってなくって彼氏もいない、もしくはいてもすぐ別れる、そんな感じ。この法則はね、ほんまそうやね、なぜか。で大体私の周りにいてる、仕事がよくできて彼氏とも仲良しで、もしくはご主人家族がうまくいってるとか、そういう人はみんな連絡が早い、レスが早いっていうのは鉄則やわ。もう人として当たり前なので、そういうのができへん前できへんのやったらもうね、婚活とかやめとき。でなんちゅうの、後で連絡しようって思うんやったら既読しない、いっそその方がいいわ。自分が気になるからって言って相手さんからの LINE は覗いたのにもかかわらず返事せえへんとか、めっちゃ性格悪いで。なのでそれはもう大人として当たり前なので、後でっていう後でがあなたは半日開けても大丈夫って思ってても、彼にとっては半日開けられるともう既読スルーとして承認されちゃうっていう場合もあるので、やっぱりね、出会った後は私はまめに連絡をしてほしいと思ってる。そして今返せないんだったら既読しないっていうルールも作ってください。それはね、仕事もそう、私もようあるんですよ。会社員さんで副業でなんかやってはるっていう人に仕事の連絡をしたりとかしてるんだけど、仲良し連絡や思ってませんかっていう時があるねんね。で既読して別にね、スタンプとか返してくれるのは全然いいね、表現がわかりやすいから。なんだけど既読したあなったなと思ってもその子の本業が終わるまで帰ってこないっていうね、だったら読むなよっていつも思ってます。でだいたいまあそういう既読スルーしたりとか連絡が遅くなるとか、まめに連絡を返さないとかっていう方たちは、相手さんの男性がそういうタイプの人じゃない場合だいたい人間性疑われてんねんね。で何度も今月言ってきましたけど、信頼っていうのは一切ないです。だったら彼氏にはならんでしょ。やっぱ彼氏彼女も信頼の問題やからね。なのでちゃんと、あれなんて言ってた、さっき ABC の法則やった。ね、山田ちがね、教えてくれて、ABC の法則があるって、ちょっとマイク入れて言うて、なんて言うやつだった？ですね、当たり前のことを、バカになってちゃんとやる。それ。もうこれよ。モテはこれやわ。だ当たり前のことを、バカになってっていうのは、心から楽しんで、アホになるとか、大阪で言うとアホになるやつやね。で、そしたら AAC の法則か。当たり前のことをアホになってちゃんとできるかどうかでモテって変わるね。
でもこれは全てのことがそうだから、それをちょっとね皆さんの中で、あって思い当たる人がおったら見直してみてください。で、そして、幸せになりたいんですという人、ほんまよくいたはんねんね。で、幸せになりたいんですっていう人は、待たんといて。待ってても宝くじは当たらへんのよ。幸せになりたいんやったら自分で動いてください。で、今ね、彼氏がいるんやけど、うまくいってないっていう人とか、よくあるパターンやねんけど、この彼氏と別れたら、二度と出会わないかもっていう悲劇のヒロインストーリーに陥って、で、その彼氏に執着して、悶々とした毎日を送りはる。で、そんな中、お酒かスイーツに逃げんねんね。で、大体太ってくんねんね。ほんなら余計彼氏できへんっていうね、そういう悪循環が起こってきたりとかするし、ただ、そうやってお酒とかスイーツに逃げてはるにもかかわらず、正当化するんです、それを。例えばね、彼氏が仕事が忙しい時期だから、仕事が終わるまで待ってようと思いますとかね。今ちょっと資格を取っててバタバタしてはる時やから合格したら連絡しようかと思いますとかね、合格一生せんかったらどないすんのよ話やし、もうそもそも仕事もう何回も言うてる、仕事ができる人は両方できんねん、両方プライベートも彼女のことも親のことも自分の兄弟のことも仕事のことも全部おざなりにしないんです。なので、あなたのもし今うまくいってない彼氏、もしくは連絡が取れない彼氏が、仕事が忙しいからちょっと連絡できませんとかいうことが理由なんやったら、多分その人仕事できへんよ。ってことは結婚したら給料低いいうことやね。なので、そういう人はやめた方がいいです。で、今現在彼氏いないんですっていう人は、大体ね欲しいって言いながら動かへんねんね。で、その動かへんことも正当化しやねん。自分も忙しいとかね。自分も時間がないとか。ってことは、あなたも仕事はできないタイプなのよね。なので、結局、なんて言うんかな。うまくいってる人、何事も、なんかいてはるやん。何事もうまくいく人って、根本的に忙しいとか、お金がないとか、時間がないとか、何々がないっていうことを理由にしない人ばっかりなんです。わかる？これ。なので、例えば、まあ、二つ前の放送の時かな、行かない理由を考えないっていう。で、その因の人は、行かへんことに理由を考えたり、やらへんことに正当化する理由を考えはんねん。あ、くしゃみ出そう。大丈夫、ちょっと待って、止まったわ。大丈夫。で、陽の人は、忙しいとか、お金ないとか、時間ないとか、遠いとか、なんか、そんなんは考えはらへんのよね。で、そこの違いなんちゃうかなと思う。だから、例えば、本当にお仕事できる方って、時間なくって本当にね、私知ってる方でいつ寝てはるんですかっていう人がいるんだけど、車、私ね、よく一緒に出かけるの、その人とね。で、車乗るやんか、メール打ってはんねん。助手席はんねんけど、ご主人が大体運転してんのよね。で、私は後ろに乗せていただくんだけど、大体、助手席で奥さんが仕事のメールをしてるか、仕事の電話をかけてるか。だから、遊びに行ってて、例えば、なし狩りしてます。なし狩りをしてる最中はめっちゃ楽しんではんねんけど、終わった瞬間携帯を見て仕事の対応ができる。で、ご飯が始まるとご飯を美味しく食べることに集中ができる。で、ごちそうさました瞬間、また仕事のメールができるって、そういう人や。だから仕事できんねん。だからご主人とうまくいってるし、だからプライベートも充実してはるしっていう、そんな感じ。なんで多分彼女は、携帯の充電器が2つ3ついる。よくね、一日中一緒にいてると、ご主人に、ちょっと電池なくなってきたから、携帯貸してとか言うてはる。共通の仕事をしてはるから、同じクライアントさんに連絡してはるんだけど、携帯借りてやってはったり、iPad からやったり、パソコンからやったりって、いろいろ分けて電池をね、使いこなしていくっていう感じなんだけど、やっぱりね、そういう人は、大体人気があるわ。なので、今現在ね、彼氏いないんですっていう人とか、彼氏がいてもうまくいってないんですよねっていう人とかは、とりあえず、
まず、なんていうの、できひん理由とか、連絡しない理由を正当化しないとか、なんかそういうことからね、やってもらうといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあ、2017年でよくあったのが、結婚したいんですって言いながら、実家に浸るのが大好きみたいなね。それも結婚できません。実家大好き人間なので、結婚したいと口では言うけれども、実家から出る気は一切ないみたいな。だからね、婚活の講座にいらしたんだけど、さっきカウンセリングさせていただいて、あなたは本当に結婚がしたいのか、彼氏が欲しいのかっていうところの振り分けをしたら、半数ぐらいの人が、いや、都市的に焦ってるんですよね、みたいな。なんか作った方がいいかなと思って、みたいなことをおっしゃるので、そういう人はもう講座はね、お断りするんです。受けないでね、言って。で、本気で結婚したいなと思ったらおいでって言うんだけど、だいたいそういう人は、なんかカウンセリング受けた後、海外行きますとか言うてはるわ。多分、自分の時間が楽しいし、実家にいて自分のために使えるお金があることに満足してはるし。なので、一人はね、バックパッカーやってみたかったんです、言って。吉原さんのカウンセリング受けて勇気が出ましたって、なんか年が年やからね、結婚せな親のためにもなるかなとか考えてたんだけど、バックパッカーやりたいんです言って旅立って行けはったよ。何持って行くの言ったら、なんかとりあえず分からへんけどネットで調べましたみたいな。でリュック買ってね、バックパッカーっぽい服装もうユニクロで買ってん言ってました。普段綺麗なワンピースが着ひん人やから、なんかちゃんとそれっぽい格好を着て出発しますって関空で写真撮って送ってきてくれはってね。でもそれも私ありやと思うのよ。なんか結婚せなあかんっていう雰囲気に飲み込まれて、やりたかったバックパッカーをやらずにそのまんまうだうだ過ごしていかはるよりは、一回バックパッカーやってみて楽しかったって思える、なんかその人生の深みみたいなね、いろんな人と出会うやろし、そういうのとかを経験して帰ってきたからの方がきっと彼氏できやすい。で、下手したらバックパッカーってしてるって言うんかな、わからんけど。バックパッカーをやってる最中に誰かと出会うかもしれんよね。生き生きしてる人同士でね。彼女は彼女の枠が外れて、やりたかったことっていうのができるようになったんでね、良かったんじゃないかなっていうふうに思うんですが、やっぱりね、あれやりたい、これやりたい、幸せになりたい、彼氏欲しい、結婚したい、子供が産みたい、いろいろ願望はね、あると思うんですけれども、ね、まず自分から動かさないと幸せっていうもの、あなたが望んでる幸せの種類のものっていうのは待ってても絶対来ないので、まず動いてください。で、闇雲に動いたらあかんっていうような婚活アドバイザーとかもいます。で、私はそれは確かにそう思うね。闇雲にっていうのは、まあ、レベルの低い婚活パーティー行って、弁護士と出会いたいんですとか言うててもおれへんで、いうとこの話で、ちゃんとそれはレベルを見て行った方がいいし、会社員だから〇〇しちゃいけないとか、看護師さんだから〇〇はできないとかっていう枠組みを取っ払って、自分がやりたいなって思うこととか、楽しいなって思うようなこととかを、さっき言ってたやつは ABC よ。当たり前のことを、バカになってちゃんとやるっていうことさえしてれば、私は幸せっていうのはやってくるんちゃうかなっていうふうに思ってるんです。なので、私多分ね、当たり前のことを、まあ関西なんでアホになってちゃんとやるっていうことは、多分なんとなく無意識的にさっき聞いてね、やってんのんちゃうかなっていうふうには思ったりするんですけど、その時その時をね、ちゃんと楽しんで、一生懸命楽しむっておかしいんだよね。一生懸命楽しんで、みんなを巻き添えにして、その場をどんだけ盛り上げれるかっていうことに欠けてる人の方が幸せって来やすいので、今月からのね、あなたもそんな風な感じで変わってみられるといいかもしれません。また5月も楽しい放送をお伝えしていきますので、また聞いてくださいね。